世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのミナです。皆さんは鳴門海峡の渦潮を見たことがありますか？波同士が混ざり合い大きな渦を巻くその光景は、一度見たら忘れられない迫力満点のスポットですよね。鳴門海峡とは兵庫県の淡路島と徳島県の間にある海峡で、その特殊な地形と海水の流れによって渦潮が発生する世界有数の場所です。そんな神秘的な自然現象が起こる鳴門海峡は、イタリアのメッシーナ海峡とアメリカのセイモア海峡と並び、世界三大渦潮として海外からも注目されている観光スポットです。そこで今回は鳴門海峡の渦潮についてと、それに対する海外の反応をご紹介します。この動画が少しでも良かった、ためになったと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。春と秋の大潮時に最大で直径30メートル、時速20キロにもなる大渦が出現する鳴門海峡は、実際の渦潮が間近で見られる場所として、日本だけでなく世界中から注目されています。時速20キロの潮の流れは世界で3番目に速いとも言われており、その激しい激流が世界最大級の渦潮を作り出しているのです。この光景は遥か昔から親しまれており、江戸時代後期の絵師、歌川広重も最晩年に鳴門海峡の激しい渦潮を花になぞらえた阿波鳴門の風景を描きました。現在の鳴門海峡の上には大鳴門橋という大きな橋が架かっており、渦の道とも呼ばれる遊歩道が整備され、約45メートルの高さのガラス張りの床から大迫力の渦潮を眺めることができます。またより渦潮を間近で見られるクルーズ船も出航しており、日本のみならず海外の観光客からも人気のスポットとなっています。そんな鳴門海峡について海外の方の反応が届いているので、早速見ていきましょう。俺も鳴門海峡に行ったことがあるけど、渦潮は本当に素晴らしかった。日本に行ったら絶対に立ち寄るべき場所だと思うよ。日本といったらお城や神社などの歴史的建造物が有名だけど、こんな自然現象もあるんだな。ますます興味が湧いたよ。これは素晴らしい日本の景色だ。あんな海峡に立派な橋をつけて、この景色を間近で見られるようにするのだなんて、日本は世界有数の先進国ということがわかるね。僕は大学で橋についての研究をしているんだけど、徳島の大学を訪れた時に鋼鉄製のモンスターを見かけて、日本のものづくりの英知に衝撃を受けたよ。多機能だし、並外れた大きさだったんだ。ぜひ一度体感するべきだよ。素晴らしくいい眺めだわ。この光景がほぼ毎日見られるのよね。なんて不思議な現象なんでしょう。すごい数の渦潮だよな。船の上から次々と渦潮ができる光景を見たことがあるけど、素晴らしかったよ。でもしばらくはあの渦に落ちる悪夢を見てしまったけどね。ナルトの渦潮の浮世絵を部屋に飾ってあるけど、なかなかいいものだよ。いつか実物を見てみたいな。歌川広重の作品か。あれは渦潮が花に見立てられていて、美しく素晴らしい作品だよな。当時はあの景色をどう思っていたのだろうか。何か起こる前兆じゃないか。ちょっと怖くなりそうだけど。自分も現地に行ったことがあるよ。かなりおすすめできる場所だ。日本のガイドブックにも大きく取り上げるべき場所だよ。想像以上に渦を近くで見られるよね。床がガラス張りになっているから渦を真上から見られるのがいいんだ。いつの日かここに行ってみたいな。大鳴門橋もかなり美しい建造物だよね。私も橋がとっても美しいと思ったわ。近くには記念館があって、渦潮のメカニズムを詳しく紹介しているから、ぜひ立ち寄ってみてほしいな。私は子供たちよりも夢中になってしまったもの。こういった場所は日本以外のどこにもないと思う。他の国にもあるのかな。鳴門海峡の渦潮は世界三大渦潮の一つと言われているよね。
他はイタリアのメッシーナ海峡とアメリカのセイモア海峡らしい。でも日本の渦潮がやっぱり一番かな。多分だけど地震の兆候だったりするのでは？美しいけどなんだか恐ろしくてちょっと僕は近づけないな。毎日見られるものだし関係ないんじゃないか。これが大地震の前兆だったら日本は毎日大変なことになっているよ。この場所は何回も行ったことがあるぞ。昔クルーズ客船のアスカで働いていたからね。何回も行ったことがあるのだなんて羨ましいな。日本のツアーもここを訪れるプランをたくさん作ってくれないかな。以上が海外の人々の反応です。日本よりも自然豊かな国は数多くありますが、鳴門海峡の渦潮は海外の方から見ても珍しい現象なのですね。日本人としてもいつかは訪れたい場所の一つです。それではなぜ鳴門海峡には渦潮が発生するのでしょうか。鳴門海峡は兵庫県の淡路島と徳島県の間にあり、瀬戸内海側の播磨灘と太平洋側の紀伊水道を結ぶ海峡で、幅は 1.3km、深さは最深部で 80m にも及びます。渦の大きさは春と秋に最も大きくなり、直径は大きいもので約 30m。 これは世界最大級の大きさであるとも言われています。渦潮はどの時間帯でも見られるものではなく、1日のうちわずか数時間、満潮と干潮前後の時間帯にのみ見られる自然現象です。渦潮が発生するには様々な要因があるとされており、そこには鳴門海峡付近の潮流と呼ばれる潮の満ち引きの過程で起こる水の流れが大きく関係しており、その潮流は月の引力が海水を引っ張るために起こるとされています。月に近い海では海水が月によって引き寄せられ盛り上がることで満ち潮となり、また反対側にある海も地球の自転の遠心力などにより満ち潮となります。こうして地球の両側に海水が集まって満ち潮になると、その中間にある海は海水が減るので引き潮となります。また月は地球の周りを1日1回ゆっくりと回っており、月が回りながら地球の海の水を引っ張るので、潮の満ち引きは東から西へ徐々に移動するのです。また月だけでなく太陽も引力で海水を引っ張っていますが、太陽は月よりもずっと遠いところにあるので、その引力は月の半分ほどしかありません。しかし太陽と月の位置によってお互いの引力が重なったり、時には打ち消し合ったりするので、潮の満ち引きが大きくなったり小さくなったりするのです。鳴門海峡の渦潮の大きさが時期によって変わるのはこのためですね。そして海水が引っ張られることで、水位が最も高くなる満潮と水位が最も低くなる干潮は、地球の自転などの影響により約6時間の周期で交互に繰り返されます。このように本来であれば地球の両側で起こるはずの満潮と干潮ですが、鳴門海峡ではその特殊な地形のため、同時に隣り合わせで存在するという不思議な現象が起こります。太平洋側から徐々に満ちてきた潮は北上する過程で淡路島や四国にぶつかります。その際に潮は鳴門海峡を通過しようとしますが、海峡の幅が 1.3km と狭いため、大部分の潮は反対側の大阪湾へと流れ込み、明石海峡を通ってまだ水位の低い播磨灘へと流れ、淡路島周辺を一周し再び鳴門海峡へ到達することとなります。一周にかかる時間は約6時間。この時間は潮の満ち引きの周期と同様なので、一周が終わり再び鳴門海峡周辺に到達し、播磨灘側が満潮となる頃には反対の太平洋側では干潮目前となっているのです。すると鳴門海峡の水面には約 1.5 メートルの高低差が生じ、水位の高い満潮側から水位の低い干潮側へ水の流れができます。その水の流れは幅の狭い鳴門海峡へ勢いよく流れ込むので、それにより渦潮の巻く一因となる速い流れの潮流が発生します。さらに鳴門海峡は中央がくぼんだ V 字型の地形になっており、
潮流は抵抗が少ない中央部分ではより速く流れ、抵抗が多い陸地側では比較的緩やかに流れるので、その速い潮流と遅い潮流がぶつかることにより、回転力が生まれ、渦が発生します。つまり、鳴門海峡では、潮の満ち引きにより発生した潮流が、その独特な地形によって速度に差がつけられ、それらがぶつかることで渦が発生しているのですね。渦潮は単に波が当たることでできるのかと思っていましたが、こんなに複雑なメカニズムにより発生していたとは驚きです。特に大潮の日は月と太陽の引力が重なることで、満ち潮と引き潮の水位差が大きくなり、海水の流れも速くなるので、この時期に観光船などに乗って、間近で轟音とともにしぶきを上げる渦潮を見ると、自然が織りなす不思議と驚異に感動しますよ。動画を最後までご視聴いただき、ありがとうございました。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。